なんか今、ツイッター上で、ある論破ツイートが話題になってるみたいだね。なんかその論破ツイート、10年に一度の論破ツイートなんだって。では、その論破ツイートがどのようなものなのか、もっちゃんさんのツイートより内容を見てみよう。もっちゃん、10年ツイッターやってきたけど、ここまで綺麗で清々しい論破ツイートは初めてで感動した。米山隆一。例えば私が、この前うちの米を盗んだ人がいて、捕まえたら2ブロックの大阪弁で、知らへん、やってへんがな。おら、何見てんじゃ、というだけ。武士の情けで今回は許したけど、みんな気をつけよう、と書いたら、たとえ事実でも、実際問題、2ブロックや大阪弁に対する差別を煽ることになりますよね。ヨリン。いいえ、なりません。県知事が出会い系サイトで知り合った女子大生と金銭のやり取りを伴う男女関係にあったと全国で報道されたことが過去にありましたが、県知事はみんな売春するという県知事差別は起きていません。あくまでも当該知事が売春をしただけです。鶴野氏の話も同様です。これはグーの音も出ないほどの論破だね。もっちゃんさんの言う通り、ここまで綺麗で清々しい論破ツイートは、ゆるパンダも初めて見たよ。これはさすがの米山氏も反論できないんじゃないの。そもそもこの問題、米山氏やらサール氏なんかが、やけに鶴野氏のパクチー盗難被害に噛みついてるけれど、鶴野氏はパクチー泥棒を現行犯で捕まえ、その犯人が外国人だったと真実を述べただけでしょ。それをなぜかおぱよたちが、差別だって騒いでるけど、なんで真実を話したら差別になるの？全く意味がわかんないんだけど。てか、少し違った視点で見てみると、鶴野氏は外国人に対して差別意識がないからこそ、相手が外国人だったって普通に書き込めたんだと思うんだよね。でもそれに対して、差別だ、と主張する人たち。その人たちこそが外国人に対して差別意識を持ってるんじゃないの？だって、差別意識があるからこそ、差別だ差別だ、と騒いでるんでしょ？差別意識のない鶴野氏や多くの国民は、おぱよの言ってることが理解できないもん。多分それが答えでしょ。まあしかし、思想が違う人たちがこうやって意見をぶつけ合うことは大切なことだよね。意見をぶつけ合うことで様々な問題が浮き彫りになるんだから。まあしかし、今回のような理不尽な言いがかりは論外だけどね。とにかく、ヨーリンさんの爽快な論破ツイート、すっきりしました。ヨーリンさんありがとね。これからも論破、頑張ってください。